皆さんこんにちは。今日は劇場版今日から俺はを見てきました。今回は舞台挨拶のライブビューイング付きということで、これ今流行ってるんですかね、会場には無観客でメディアの人しかいなくて、それを全国の劇場に生中継して一緒に舞台挨拶を見て映画を見るっていうものなんですけど、前回私がモテてどうするんだの時もライブビューイング付きの回を見てきたんですけど、今ねなんかそういうのがちょっと流行ってるのかな、流れなんですかね、トレンドなんですかね、増えてます。でこれ結構いいなと思ってて、私は北海道に住んでるからなかなか舞台挨拶を見に行く機会がないんですけど、この近くの劇場から見れるシステムっていうのはなんか見に行きやすくていいなって思いました。今回の舞台挨拶は映画の前に舞台挨拶で、キャストと監督の方が登壇されて、最初に舞台挨拶をされてから本編っていう流れだったんですけど、前回私がモテてどうするんだの時はまず映画を見てもらった後にキャストの皆さんが登壇してトークしてくれるっていう逆のパターンでした。まあどっちも良さありますね。映画見てみんなこうホットな気持ちになったまんま舞台挨拶でお話聞いてこう内容を共有できる部分と、まあ、先にキャストの皆さんが舞台挨拶をされてこう期待が高まったま中本編に進むっていう、どっちの良さもあるかなと思います。夕日猫にゃーにゃー。舞台挨拶はまず賀来賢人さん、伊藤健一郎さん、清野菜名さん、橋本環奈さん、監督の福田監督が順番に登壇されました。賀来さんから順番に挨拶をしていって、伊藤さんの下りの時に、ライブビューイングっていうことで、映画もドラマもなんですが、撮影の舞台となった足利前橋というロケ地の名前を伊藤さんが足利前橋の皆さんっていう感じでこう投げかけたんですね、お客さんに。それではその、ここで流れができて、キャストの皆さんが順番にどこどこの皆さんっていうのを最初に言って挨拶していくみたいな流れができて、千野さんは自分の故郷である愛知県、橋本さんも故郷である福岡県で、監督の故郷である栃木県の皆さんでそれぞれ声かけをしながら挨拶が始まりました。テレビ版では撮影が終了した後に放送っていう流れだったそうで、こう見てるお客さんの感想とかがわからないまんまずっと撮影を続けていたそうなんですね。で今回はこうみんな今日俺の評判も聞いてお互いに共有しながらの撮影だったので、またちょっと違った雰囲気で撮影に臨めたそうです。今回監督がすごく緊張気味だったんですね。それもなんとそのライブビューイングを奥様がどこかの会場から見ていたそうなんですね。奥様とお子様が、で奥様から事前にダメ出しをされていたようで、あなたは人の話を食う癖があるっていうのをすごい注意されてきたそうなんですね。で今回は人の話を食わずに人の話を聞こうと思いながら心がけてステージに登壇されたそうで、ものすごく奥様にダメ出しされないように緊張されておりました。今回キャストの皆さんがこの映画にちなんで80年代が舞台になった今日俺なので、ファッションが80年代ファッションでした。賀来さんがインナーに着られてたシャツなんですけど、それが黒地にスパゲッティの赤いこうイラストがこう柄になってて、その赤のイラストだったんですけど、その赤がやっぱサンちゃんをイメージするカラーっていうことで、そこはちょっとサンちゃんに寄せてきてくれたのかなって感じでした。で伊藤さんは着てたジャケットのボタン外して中見ると、なんと中にはなめ猫 T シャツ着てたんですね。そこも80年代のこだわりポイントだったそうです。最後にですね、キャストの皆さんが今後の目標を発表してくれました。橋本さん、笑い声で NG を出しませんということで、すごい笑い声に特徴があるらしく、撮影で横の控室とかから
でも笑い声がこう撮影の方に聞こえ、あの撮影現場の方に聞こえてきてしまって、ちょっと静かにしてくださいっていうことがあったそうで、あの今後はそこ気をつけていきたいなということでした。次に伊藤さんが不言実行、言わずにやらなきゃいけないことをやるっていうことで、その今回その舞台挨拶臨む前に、まあ今後の目標でなんかかっこいいこと言おうと思ってネットで調べたら、一番最初に出てきた言葉が不言実行だったっていうことでした。清野さんが野菜を一緒に食べますということで、撮影中結構あのお肉、焼肉とかでこうみんなでコミュニケーション取る機会が多かったそうなんですが、焼肉を食べる時に、もう野菜大好きなんだけど野菜でお腹いっぱいになっちゃうのが嫌みたいで、野菜を食べずにお肉を中心的に食べてたらちょっとニキビが増えてしまったということで、野菜も一緒に食べますっていうことでした。最後に角健人さん、甘いものを食べないということだったんですけど、撮影時体脂肪がなんと 5% だった角健人さん、それが終わり、今現在体脂肪 11% になってしまったということで、甘いものを控えようということだったみたいですね。主にアイスとかチョコを食べるみたいなんですけど、まあ撮影中もストレスをためないチョコを食べてたよねって伊藤さんに言われて、ちょっといや俺はストレスなんかないよっていう感じで恥ずかしそうにしておりました。まあでもね、まあ、その目標を今日発表したんですが、もう今日その日すでに番宣で甘いものを食べてしまったそうです。最後に角健人さんが日本中に強烈旋風を巻き起こしたいということを語ってくれました。舞台上にくす玉が設置され、角健人さんの強烈の夏という掛け声に対して全員で開幕と言いながらくす玉を割って舞台挨拶が終了しました。さあ期待が高まって、そしていよいよ本編スタートです。劇場版今日から俺はあらすじをざっと説明したいと思います。南陽高校3年の高橋伊藤がかつては壮絶なバトルを繰り広げた不良高校の明久高校に、隣町の極悪高校北根高校が間借りすることになる。北根番長柳大竹は妙なビジネスを始める。そこに巻き込まれていく明久の真面目な生徒悟、そのいとこの助番良子、そして今井や三橋伊藤も巻き込まれ激しいバトルが始まる。ドラマ版同様コメディ要素もふんだんに盛り込まれ楽しい映画になっておりました。全般的にコメディ要素強めなんですよね。ドラマの時もそうなんですけど、それで、ちょいちょい盛り込まれるコメディ要素に、そこにバトルの時のかっこよさがあって、この緩急、これギャップですよね。ギャップがやっぱりいいですよね。なんせこのギャップにやられます。あれですよ、普段おちゃらけてる人が急にかっこいい一面、やっぱギャップにね、やっぱ人は弱いから女の子もそうじゃないですか。普段幼い可愛い感じの子が急に大人っぽい仕草とかするとドキッてするでしょ。なんかそれと一緒でこの振り幅がこの強烈の魅力かなと思います。で、なんといってもね、コメディ要素でもう私が大好きな部分とするとあれですね、橋本環奈さん演じる京子と伊藤さん演じる伊藤ちゃんのやりとり、ラブラブのやりとりと、あとね、リコパパも面白かったし、先生たち の職員室での話し合いだったり、三橋のお父さんとかさね、たかしっていうやつがね、大好きで、この、なんだろうな、要素がちょこ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 出てくるんですけども、それが、やっぱり、1時間のドラマよりも結構、ふんだんに出てくるので、本当に、盛りだくさんの内容でした。これの、強烈クイズ!はい、ここからは、ゲストのゆっちゃんでーす!ゆっちゃんに、クイズに答えていってもらいたいと思います。イエイイエイ。第1問、はい、映画冒頭、三橋が今井に喧嘩を仕掛けます。その喧嘩になる理由は何だったでしょうか。一番最初に書店が歩いてる時に、今井、青い制服着た今井ゴリラみたいな人、胸板厚い人
今井が歩いてたら三橋が飛び蹴りしてグラーってくるシーンあったと思うんだけど、あなんでリコで理由になってたり、そうそうリコなんだけど、リコに何をしたの？ジュースをおごった。正解そうリコにジュースをおごったことを怒って三橋が喧嘩を仕掛けるっていうシーンから始まるんだよね。第2問、北根の柳たちが売りつけていたものは何でしょう？あの丸くやつ。そう、それは何かわかる？え？ラブ？あ、そういうことじゃなくて、ボールみたいな。そうそう、ボールなんだけど。あ、ボールチェーン？違う、キーホルダー。正解。では、そのキーホルダーに書かれた言葉は何でしょう？でも、ゆっちゃんは英語が読めない。英語が書いてあるんだよね、あれね。ゆっちゃんは分かんないかね。分かんないね。正解は、ラブ&ピースでした。愛と平和って書いてあったんですね。全然愛と平和じゃなかった。第4問。初めて北根の大竹を見た三橋伊藤が大竹につけたあだ名は何でしょう？髪の長い人と髪短い人いたでしょ。黒いシャツのよね。ゴリラなんて。そう。あだ名。ゴリラ惜しいな。なんとかゴリラって。タイムアップ。何それ。答え言うよ。正解は、フランケンゴリラでした。フランケンゴリラはい。では、第5問。涼子が竹刀を持って三橋の前に現れます。ファンだと思った三橋はその竹刀に関するダジャレを言いました。それは何でしょう？そんなこと言ったっけ？うん、わかんない。最初さ、お、俺も有名になったなとかなんか言ってさ、なんかサインかみたいな感じでなんか言ってたじゃん。で、竹刀持ってたから、あれってなって、わかんない。わかんない。正解は、竹刀にサインしない第6問、今井が京子に語った最近の趣味は何でしょう？こう、二人で歩いてる時に、最近は何をすることが趣味で、みたいな話をしてるんだけど、その趣味は何でしょう？え、何それ？わかんないかな。チラッと語っただけだから、あんまり記憶に残ってないかもしれない。涼子と今井が歩いてるし、公園で三橋を探してると。正解は、星を見ることでした。第7問。夕飯が食べられなかった三橋が、お腹が減って登校してすぐに早弁をしていると、リコがお弁当を差し出します。そのお弁当の包みの色は何色でしょう？ピンク。あ、でも赤、世界赤だと思うんだよね。ママは赤に見えた。ピンクだったのかもしれない。ピンクだった気持ちで。ママは赤かなと思ってた。私はピンクだった。まあ赤でもピンクでもね、近いからどっちも大きい枠で OK っていうことでしょう。第8問、涼子の家の電話は何色だったでしょう？これはね、分かんないんじゃないかなと。黒？黒だと思うでしょ。黒じゃないんだよ。何で？普通ね、なんか黒電話とか昔だったらそうなのかなと思うかもしれないけど、黒ではありません。なんで黄色違うんだよね。正解は、いい正解言って、正解は緑でした。はぁ、緑の電話にね、赤いカバーがついてるの。だからちょっと赤って思うかもしれないなってちょっと思ったけど、正解は緑の電話です。第9問、その涼子が着てた特攻服の胸元にこうイラストがあしらわれてるんですよね、こう両方に。そのここに載ってたイラストは何のイラストでしょう？わかんない文字はね天下無敵って文字がどっちかこっちかな、こう書いてある。で、この辺にこの辺になんかイラストがあるのよ。わかんない。正解は鬼でした。鬼のイラストついてたの。じゃあ最後の問題いきます。これ答えられるかな。
三橋伊藤の部屋着の色は何色だったでしょう、それぞれ。青。伊藤ちゃんはそうだよね、伊藤ちゃんは白と青。あ、正解。さんちゃんが白で伊藤ちゃんが青だったね。正解。はい、というわけでとっても楽しいコメディ要素満載の今日から俺は、皆さんもぜひ劇場でご覧ください。そして皆さんこの楽しさを共有しましょう。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。